美人は生まれつくものではなくなるもの。いつもご覧いただきありがとうございます。本要約チャンネルの亮です。本日ご紹介する本は美容皮膚科院長天野明人先生の美人の正体は素肌力だったです。モデルのような見た目の方でもない限り、女性なら誰しもあの人みたいに美人になれたらなとか、美人って得だよねと、そんなことを一度は考えた経験がありますよね。ですが一体何が美人を美人にしているのか考えてみたことがあるでしょうか。ついつい美人というのは生まれつきのものだと考えてしまいがちなんですが、実はそうとは限りません。本書の著者である天野先生は、美人を決める要素は外見と同等に素肌力が関係していると話しています。素肌力、聞いたことがない言葉ですよね。本書の著者である天野先生は、美人を決める要素は外見と同等に素肌力が関係していると話しています。本書ではこれから美人になるための心構えと日常で取り入れることができるテクニックを徹底解説されています。どうぞ楽しみに見ていってください。さて、そんな一冊から本日ご紹介いたします内容は以下の3つ。第1章、美人とは自分を〇〇だと決められる人だった。第2章、モテ美人になるテクニック参戦。第3章、セルフケアの見直しで綺麗な人に生まれ変わろう。どれもとても大切な内容です。ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速参りましょう。第1章、美人とは自分を〇〇だと決められる人だった。早速気になるタイトルですよね。ですがこのタイトルについて考えてみる前に、そもそも美人とはどのような人のことを言うのか考えてみましょう。美人の定義、皆さんは考えたことがありますでしょうか。本書における美人の定義とは、次の1から3の条件を満たしている人です。1、外見、つまり顔やスタイルが美しいこと。2、シミ、シワ、くすみなどが少ないなど素肌が綺麗なこと。3、清潔感があること。さあ一つずつ見ていきましょう。まず1の外見、つまり顔やスタイルが美しいということは、持って生まれた美しさとも言えます。これには主に遺伝的な要素で左右される顔の形や筋肉のつき方、手足の長さや全体のバランスなどが含まれています。続いて2のシミ、シワ、くすみが少ないことは、その人を年齢よりも若く見せてくれる条件ですよね。例えば実年齢が40歳の人が50歳に見られるのであれば、その人は美人とは言えないのではないでしょうか。反対に40歳の人が30歳に見えるのであれば、その人は若々しく美しい人だということになります。このように実年齢よりも若く見られるか、もしくは年相応に見られるということが美人の条件の一つです。そして3は清潔感。どれだけ生まれ持った外見が美しくとも、周囲に近寄りたくないと思われるような清潔感のない人は美人と呼ぶことはできないでしょう。さあ以上3つ。実は年齢を重ねるごとに、こういった条件を満たす美人の割合は低くなっていきます。それは年とともにどうしても骨格が歪みやすくなりますし、シミやシワも年齢を重ねるごとに増えやすくなるからです。そのため若い頃は美人と言われていた人でも、そうした不要物が年々増えることで美人の枠から外れてしまう人が多くなってくるんです。ただ逆に言うと、年齢を重ねれば重ねるほど女性の美しさというのは自己責任ということもできます。ですからまだ化粧をしていなかった中学生や高校生の頃には全く目立たなかった女性が、年を重ねるにつれてどんどん美しくなるという現象も起きてくるんです。たとえ生まれた時に美人と言える外見でなかったとしても、周囲がシミやシワを放置したり体型が崩れたりしている中で美しくあり続ければ、年を重ねてから、あの人美人だなぁと言われる人になることもできるんです。この逆転現象を達成するために必要なのが、手に入れた情報を実行に移す美人マインドとも言える心構えです。
例えばあなたはココナッツオイルや MCT オイルを試したことがありますか？これらは中鎖脂肪酸に分類されるオイルの一種で、ダイエットやコレステロール値の低下、糖尿病の予防にもなるとして話題になりました。皆さんも名前だけは聞いたことがあるという方多いんじゃないかなと思います。年齢を重ねても美人であり続けられる人、もしくは逆転現象でどんどん美人になっていく人というのは、こうした情報を得たらまずやってみようと思えるものなんです。この何でもとりあえずやってみようという気持ちを持って楽しむことができる、その心が柔軟で若い人こそ美人であり続けることができるんです。例えばより美しくなるための方法を実行するに至るまではいくつかの段階を踏まなければなりません。例えば先ほどのココナッツオイルを例にするなら、1、まずココナッツオイルが美容にいいという情報が流れているネットワークに属すること。2、ココナッツオイルに関する情報をキャッチするアンテナを持っていること。3、実際にココナッツオイルを活用した美容法をやってみようという好奇心と行動力があること。この3点ということになります。自分はもっと美しくなれるんだとポジティブに考えて、美容自体に関心を持ち、必要があれば新しい方法を取り入れる、そんな行動力のある人はそのためにより美しくなることができるんですね。この動画をクリックしたあなたも、ちゃんとそうした美容に関するアンテナを立てることができている人と言えます。一方、どうせ自分なんかと思って諦めて美に関する情報をシャットアウトしている人たちにとっては、ネットや SNS にいくら美容に関する情報が溢れていても全く意味がありません。こうして情報に無関心な女性はどんどん取り残されていくんです。もちろん1年や2年で劇的に差は開かないかもしれません。ですがこれが5年10年もすれば、積み重なった差はもはや埋めることができない差になってしまいます。自分で情報を取りに行かなかった女性、またはその情報をもとに行動しなかった女性は、美しさはもちろん幸せになるチャンスまで失ってしまうかもしれないんです。このように考えると、美人か美人でないかの差とは情報格差であるとも言えます。このマインド、つまり心構えは、もちろん大人になってからでも今からでも十分に身につけることができます。ですができるなら幼い頃から美人マインドを育てていきたいものです。基本的に周囲の大人に可愛いねと声をかけられながら育った子は、周りの人を自分を肯定してくれる存在だと認識するようになります。ですから周囲の人を信用しているので、何か言われてもうがった見方などせず素直に受け入れることができるんです。こうした経験がどんどん蓄積されると、その子は美人マインドにつながる前向きな心を持つ子に育っていくんです。また常に周囲から肯定されて育ったので、自分でも周囲の人を肯定することができます。そしてこのマインドを持っている人は、そもそも人の悪口や愚痴が口から出てくることがありませんので、性格ブーストも無縁です。皆さんは悪口を言っている時の人の顔を意識してみたことがあるでしょうか？意地悪な目つきに口角が下がった口元、眉間にはシワが寄っているかもしれません。この表情はどんな美人をも一瞬にしてブスにしてしまう悪魔の表情とも言えます。しかもそのような表情を習慣にしていると、そのブサイクな表情がいつもの顔になってきてしまうんです。つまり性格ブスの人は見た目もブスになっていくんです。こうして見ると、美人というのは外見的な要素よりも内側からのマインド的な要素に大きく左右されるような感じがしてきましたよね。ですからその人が美人かどうかは、その人の前向きな願望や行動力、つまり結局のところはその人自身が決めるものなんです。もっと美人になりたいという思いに突き動かされて、美容室に行ったり新しい化粧品を買ったり、様々な行動を楽しめる人は必ず本当の美しさを手に入れることができます。たとえ今美人と思えないような状態であっても、これからの心の持ち方や行動でいくらでも逆転ができるんです。それってすごく夢のある話だとは思いませんでしょうか？
よし、それなら今日から頑張ってみようかなと思えたところで、モチベーションを高めるためにもある事実をお伝えしておきましょう。それは結局のところ美人の方が得をすることが多いということです。あなたはメラビアンの法則というものをご存知でしょうか？これは人と人とのコミュニケーションにおいて、言語情報が 7%、聴覚情報が 38%、そして視覚情報がなんと 55% のウェイトで影響を与えているという心理学上の法則の一つです。ですから美人が与える第一印象には人生の様々なイベントを左右するほどの影響力があるんです。例えば結婚や恋愛というのはその代表的なものですよね。可愛い女性を彼女にしたいとあれこれ努力するのが男性というものなんでしょうが、結局のところ男性を突き動かしているのは本能です。本能が遺伝子レベルで健康で可愛い子供が欲しいと思い、無意識にいい遺伝子を求めているんです。ですからシミやシワのない透明感のある肌の女性は美人として認識され人気があるわけです。また女性側としても美人であればどんなコミュニティにいても必ずモテるというメリットがあります。そうした女性はたくさんの男性からアプローチされることになりますので、理想の方とお付き合いをするチャンスも広がっていきますよね。そして結婚でもより自分の条件に合った男性を選ぶことができるはずです。また美人の周りには男女関係なく常に友達がいるものです。美しくて明るい笑顔は周りの人を幸せにし、この人と一緒にいたいと思わせます。誰だっていつもブスッとした顔をしている人のそばにはいたくないものですよね。そして美人の周りにいる多くの人が、美人には最大限の気配りやマナーで対応する傾向があるというのも重要なポイントです。例えば美人に道を聞かれた男性は、ちょっと急いでいるくらいのことではそれを無下にすることはないようです。まあちょっと男性はバカですよね。美人と関わることはその男性にも周りの注目を集めることになります。これは駅で可愛い子を見送っているような場合にも言えることです。この場合、見送られている美人だけではなく、送っている側の男性も周囲から羨望の眼差しで見られることになるでしょう。また小学生の子供を持つママたちに言わせると、授業参観で子供の友達に、ママ綺麗だねとか、ママ若いねと言われることには特別な喜びもあるそうです。皆さんも小さい頃、あの子のママ綺麗だなと思った経験があるんじゃないでしょうか。もしくはご自身のママがそう言われるような綺麗なママだったかもしれませんね。褒められているママ自身はもちろん、自分の親がそんな風に褒められるのは嬉しくて仕方がないことだと思います。特に子供は大人とは違って正直ですから、ストレートな評価を下してきます。ですからここでいい評価をされるということは喜ぶべきことなんです。しかもママ一人が美人と評価されるだけでも、子供も幸せになれるんですから、美人な女性の周囲への貢献度、こちらも注目すべきところです。そして常にこのように美人として評価されていると、少しのことでイライラしたりストレスを抱える機会まで少なくなっていくから不思議です。誰でもイライラしたりストレスが溜まっていると、性格が暗くなったり、それだけでなく表情自体も暗くなってしまいます。ですから周囲からどう扱われるかによって、美人とそうでない人の差はますます広がってしまうことになるんです。このように美人になることで人生がますます輝くものになることはもうご納得いただけましたよね。ぜひ皆さんも美人の仲間入りをして、人生の幸福度をガンガン上げちゃってください。さあ、それでは第一章をまとめておきましょう。ポイント1、美人の三大要件は、外見、つまり顔やスタイルが美しいこと、シミ、シワ、くすみなどが少ないなど素肌が綺麗なこと、清潔感があることの3点なので、私たちが思っているよりも外見的、先天的な要素が占める割合は少ない。ポイント2、美人とは美に関する情報が溢れている現代で、その情報をキャッチできるコミュニティに居続けることはもちろん、得た情報を実際に行動に移すための好奇心や行動力があり、綺麗になりたいという前向きな願望を持って努力し続けられる人である。ポイント3、
美人は結婚や恋愛はもちろん男女関係なく友人や丁寧な対応をしてくれる人が周りにいるものなので、イライラしたりストレスを抱える機会が少なくなるなど、様々な場面で得をすることが多くなる。第2章、モテ美人になるテクニック参戦。さて第1章では、そもそも美人とはどんな人のことなのか、美人が持つ心構えや美人になることのメリットを確認しましたよね。そしてここからは皆さんが実際に美人になるための具体的なテクニックをご紹介していきます。お待たせいたしました。さてまず一口に美人といっても3種類のゴールが用意されていますので、最初にそれらを確認していきましょう。ゴール1、可愛い。可愛いという表現は比較的距離感の近い関係性で使われる言葉です。顔の作りやスタイルなどの外見的な特徴はもちろん、チャーミングな雰囲気や声のトーンまで含めて可愛いと褒められているんだと思います。また素直さやその振る舞いなど性格に対しても可愛いという表現は使われますよね。ですから可愛いにはその人の生き様も含まれていると考えていいでしょう。また外見でも性格でもどこかに難点があると使われづらい言葉でもありますので、言われたら嬉しい褒め言葉ですよね。さて続いてまいりましょう。ゴール2、綺麗美しい。綺麗の大前提は清潔感があることです。例えば汗でベトついていたり、洋服にシワが寄っていたりすると綺麗と言われることは難しくなります。また綺麗という表現は可愛いに比べてより外見的な要素が強い言葉です。そしてここが一番のポイントなんですが、綺麗という評価は本人の心がけや努力次第で誰にでも手に入れることができるものだということ。なぜなら先ほどお話しした通りに、綺麗は表面的な部分を指すことが多いからです。この説明をするためには、まずは人間の他人を見る目というのはとても残酷なものだと知っておかなければなりません。人間は女性の顔を見ると、まず初めに引き算を始める生き物です。もし顔にシミやシワなどの不要物を見つければ、それがあるから残念と減点を始めていくんです。恐ろしいですね。ただ逆に言うと、そんな減点ポイントのない肌は綺麗と言われます。ですから人の目に入る表面的な部分を磨いておけば、綺麗だなぁと褒められることはさほど難しくはありません。そしてその綺麗な肌の人が、目鼻立ちがはっきりとしていたり、本人の魅力を引き立てる化粧や服装、髪型をしているときに、人はその人を美しいと評価します。またこの美しいという言葉は、可愛いと比較して客観的な評価で比較的距離感のある言葉です。さて最後に参りましょう。ゴール3、若々しい。若々しいというのは、見た目の年齢が実際の年齢より若く、老けを感じさせない人を表現する言葉です。そしてこの老けて見える大きな要素は、皆さんご存知、肌なんですね。漫画などでもおじいさんやおばあさんは肌にシワの線が多く、目が細く下がって描かれていますよね。なぜならそれが年を重ねると多くの人に共通して見られる特徴だからです。似たような言葉に若作りというものもあります。ただこれはあまり褒め言葉ではありませんよね。あなたの見た目の年齢はもっと上なのに、服や髪型だけ若ぶっているなという無理をしていて痛々しく感じている感情を言葉にした非常にマイナスの評価です。こんな風に若作りなんて言われないためにも、新しい服を買ったりする前に体型や肌質、髪質などを再チェックしましょう。さてということで、ゴールを確認したところで、ここからは本書の中から厳選して、決して若作りなどとは言わせないモテ美人になるためのテクニックを3つご紹介いたします。1、美しいパーツを強調する。さてまず1つ目は、美しいパーツを強調するです。モテ美人としての評価をもらうためには、やはり肌の劣化を最小限に抑えることが大切です。ですが時には突然ニキビができてしまったり、肌トラブルが発生することもあるんじゃないかなと思います。そんな時にはぜひこのテクニックを試してみてください。例えばあなたの自信のあるパーツが綺麗な髪なのであれば、時間をかけて丁寧にブローをしてツヤツヤの髪に仕上げてしまいましょう。
またパッチリ二重がチャームポイントであれば、いつもよりもマスカラを丹念に塗るというように、あなたの顔の気に入っているパーツや人に褒められる部分をさらに強調するんです。この結果、ウィークポイントが目立たなくなります。大抵多くの人が自分のウィークポイントを隠そうとすると思います。例えば頬にシミができてしまった場合、コンシーラーを塗ったりファンデーションをしっかり厚めにのせるようにするかもしれません。ですが、このようにウィークポイントを隠せば隠すほど、あなたのいつもの顔を知っている人から見ればなんだか変だなという印象を与えてしまい、かえって目立ちやすくなってしまうんです。さて、続いてまいりましょう。2、美容皮膚科でケミカルピーリングを利用する。さあ、続いてはケミカルピーリングを利用するです。先ほどの美しいパーツを強調するというテクニックだけではなかなかうまくいかないと感じたら、美容皮膚科の利用も検討してみましょう。特にケミカルピーリングという施術では、ニキビやニキビ跡、乾板、さらには毛穴の開き、くすみ、ざらつきまで効果を発揮してくれます。美容皮膚科での施術というと、なんだか手術のようで怖いと感じてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、この治療には治療後にクールダウンをする必要もなく、すぐにお化粧をすることができます。また美容皮膚科の施術としては非常にポピュラーなものですので、ご自分でもネットなどで情報収集をしてみるといいかもしれません。では実際にどんなことを行うのかというと、専用の薬剤を使用し、角層のターンオーバーを促していきます。その結果、メラニンの排出が促進されて美白効果があるだけでなく、先ほど挙げたニキビや毛穴など様々な症状に効果を発揮するんです。価格も1万円前後ですので、気軽に問い合わせてみてもいいかもしれません。さて、次に参りましょう。3、美容皮膚科のホームケア用品を使ってみる。最後にご紹介するのは、美容皮膚科のホームケア用品を使ってみるです。美容皮膚科を利用する方法は何も施術だけには限りません。実際に著者の天野先生も、皮膚科の施術とともに日々のスキンケアを大切にしてほしいと話しています。多くの美容皮膚科ではそこでしか買えないホームケア用品を取り扱っています。こういった商品は市販されているものとは異なり、余分な添加物が少なく、有効成分も多く含んでいるのが特徴です。ですから市販のものよりも効果が期待できるというわけですね。これらのホームケア用品は高浸透性ビタミン C 誘導体が主成分で、通常のビタミン C よりも肌に大量に吸収されます。そして過剰な皮脂の分泌を抑えたり、炎症や酸化を防ぐなど、ニキビに有効な働きをしてくれます。またメラニン色素を抑制したり、コラーゲンの合成を促進してくれますので、アンチエイジングにも力を発揮してくれるんです。もし市販の化粧品をいろいろ試してみたんだけど、今一つ効果がわからないなという、そんな悩みを持っている方なのであれば、ぜひ一度美容皮膚科にも足を運んでみてください。皆さんの悩みに対して適切な処方をしてくれるはずです。さて、いかがでしたでしょうか。ここでご紹介したもの以外にも、本書には皆さんの素肌力を底上げするテクニックが盛りだくさんです。気になった方はぜひぜひ本書で実際に確認してみてください。それでは第2章をまとめておきましょう。ポイント1、目指すべき美人には可愛い、綺麗、美しい、若々しいの3種類があるが、どれを目指すにしても肌にシミ、シワ、たるみなどの不要物があると評価されにくいので、減点ポイントはできる限り減らしておくことが望ましい。ポイント2、肌を美しく見せるためにすぐできることとしては、美しいパーツを強調するというテクニックがあり、自分で自信を持っている顔のパーツや他人に褒められる部分を強調することで、ウィークポイントに目が行きにくくなる効果がある。ポイント3、自分でできるテクニックに限界を感じたら、予算の許す範囲で美容皮膚科の施術や美容皮膚科でしか手に入らないホームケア用品を利用することで、悩みの根本的な解決につながる。第3章、セルフケアの見直しで綺麗な人に生まれ変わろう。さて、ここまでお付き合いいただいた皆さんは、美人を美人にしているものは肌の綺麗さ、つまり素肌力であるということはお分かりいただけたんじゃないかなと思います。第2章では主に美容皮膚科で行えることに焦点を当てていきましたが、ここからは皆さん自身で毎日行う必要のあるセルフケアでのアプローチになっていきます。
その方法をお話しする前に、素肌力を高めていくにあたって、人の肌には3種類の肌質があるんだよというところから話を始めていきましょう。その3種類の肌質とは、乾燥肌、脂性肌、混合肌の3種類です。皆さんもどこかで聞いたことがあるんじゃないかなと思います。そしてこの中で圧倒的に多いのが混合肌と言われています。さあ、それではそれぞれの肌質について一つずつ説明していきましょう。1. 混合肌。まずは混合肌です。混合肌は洗顔後に化粧水や乳液を塗らなかった時、突っ張ったりかさついたりしやすい肌のことを言います。このタイプではおでこの周り、鼻の周り、耳の周りなど皮脂が出やすい場所が油っぽくなります。その一方で頬、口元、目元といった皮脂腺が少ないところはどんどんかさついてきてしまうんです。ちなみに混合肌は実は季節によってもその性質が変わってきます。暑い夏にはあまり突っ張ることはなく、乾燥する秋冬になると肌が突っ張ったり唇がかさついたりしてくるんです。さて続いてまいりましょう。 2. 乾燥肌。さあ続いては乾燥肌です。乾燥肌は混合肌では皮脂の出やすいおでこ、鼻、耳周りでも乾燥しやすいのが特徴です。つまり顔の皮膚全体がカサカサと乾燥している状態です。このタイプは洗顔後何もケアしないとすぐにカサついてきて、1年を通じてしっかり保湿することが必要です。乾燥肌を放置していると魚鱗腺やアトピー性皮膚炎になることもあります。通常は肌が天然の保湿因子を自然に作って保護しているんですが、中には保湿因子が出ない病気の人もいて、肌が乾燥してバリア機能障害が起こり、アトピー性皮膚炎などのアレルギーやひどい乾燥肌などになってしまうんです。成長するにつれて皮脂が分泌されやすくなるので、年齢とともに症状が改善することが多いと言われています。さて続いてまいりましょう。 3. 脂性肌。最後は脂性肌です。このタイプでは顔の肌全体が油っぽくなります。男性ホルモンの影響が強いので男性に多い肌のタイプです。この肌のタイプの人は小学校の高学年くらいになるとニキビができ始める人もいます。実は顔の油というのは結婚適齢期であることをアピールする動物本能の表れでもあり、顔がテカテカと光ってしまうのは体を健康的に見せようとしているホルモンの働きなんですね。このような自分の肌のタイプをある程度把握していれば、日頃のセルフケアで何を重視すればいいのかがわかりますよね。例えば乾燥肌であればこまめな保湿を心がける必要がありますし、季節によって状態が変わる混合肌であれば夏と冬では使う化粧品を変えた方がいいでしょう。それ以外にも皆さんの10年後の肌を考えた時注意してもらいたいことがあります。それは次の3点。1. 洗いすぎないこと。2. 日焼け止めの選び方を知っておくこと。 3. トラブルは早期に解消すること。それぞれ見ていきましょう。 1. 洗いすぎないこと。まず一つ目は顔や体を洗いすぎないことです。最近は徐々に少なくなっているようですが、顔や体をゴシゴシこすって洗うことが習慣になっている方がいらっしゃいます。私も顔はそれなりに気をつけているんですが、正直体にまでは気が回っていませんでした。この洗い方を続けていると、肌は長年の刺激を受けて徐々に色がついてしまいます。例えば、正座をする習慣がある人は膝の下に色素が沈着しますし、肘をつく癖があれば肘にも色味がついてきます。これは体だけではなく顔にも言えることだったんです。これを摩擦黒皮症と呼ぶんですが、本人は長年の習慣であるがゆえに気がつかないので、かなり意識しなければ改善は見込めません。特に女性はシミが気になるからといって化粧で一生懸命それを隠そうとしますよね。そして一生懸命化粧をした分、夜には強力なクレンジング剤や洗顔フォームで洗い流さないといけないことになります。そんなことが毎日毎日繰り返されていれば、もちろん刺激になって、それによってシミがますます悪化してしまうんです。またゴシゴシこすりすぎないということ以外にも、石鹸やボディーソープで油分を取りすぎないことにも注意してください。そもそも体全体を洗うときには必ず石鹸やボディーソープをつけなければいけないわけでもありません。よく商品の宣伝などで洗顔フォームをモコモコと泡立てて顔を洗う女性や、指でこすってさっぱりと洗い上げている男性が映し出されていることありますよね。
その影響かもしれませんが、それでは刺激が強すぎるんです。というのも、洗顔フォームの主な洗浄成分は界面活性剤です。ですから、洗顔フォームでは界面活性剤で肌表面のホコリや油、汗を取っているだけなんです。そもそも人間は石鹸で肌を洗う習慣などありませんでした。それなのに汚ればっかりよく落としているので、油分を補うために頑張ってスキンケアをしなければいけなくなっているんです。このように油分を取りすぎることは肌を乾燥させ、バリア機能が低下するために肌トラブルを起こしやすくなってしまうんです。ですから洗顔フォームは自分の肌質を見極め、ほどほどに使うようにしてください。体の部位で言えば、首やお尻など皮脂や汗の汚れが溜まりやすいところだけに泡を使えば十分です。乾燥する季節になると、お風呂に入った後に全身をクリームなどで保湿してらっしゃる方がいるかもしれませんが、この保湿が必要になっているのも洗浄力の強いもので毎日洗いすぎているからなんです。ですからまずは洗いすぎないこと、そしてその後でスキンケアについても見直してみてください。特に洗顔後にビタミン C 誘導体を補充すること、質の高い保湿を行うこと、この2点は大事にしてほしいと思います。このビタミン C 誘導体は過剰になると肌を乾燥させてしまうため、バランスを取ることが必要ではありますが、保湿バリア機能を高めるヒアルロン酸などと一緒に使うと効果的です。さて続いてまいりましょう。2. 日焼け止めの選び方。さあ続いては正しい日焼け止めの選び方です。日差しの強い夏はもちろんですが、紫外線は1年を通じて地上に降り注いでいます。ですから冬でも外出時に必ず日焼け止めを塗るようにしてください。日焼け止めを買うときに選ぶ基準としているものの一つに SPF や PA といった表示があるかと思います。ですがこの表示というのはあくまでも製造元の自己評価のようです。ですからなるべく信頼のおけるメーカーのものを購入した方がいいかと思います。実際紫外線の多い地域に出かけるようなことがあると、日焼け止めの効果の差が顕著に現れてきます。例えば製品のパッケージに書かれている SPF や PA の数値が同じであっても肌の焼け方に違いが出るんです。せっかく日焼け止めを塗っているのに日に焼けてしまっては何の意味もありませんよね。他の多くの化粧品と同じく、日焼け止めも安いものから高いものまで様々な価格帯のものが販売されています。できれば予算の許す範囲で少々高額であっても信頼のおけるメーカーのものを選んでいただけたら幸いです。またどんなにいい日焼け止めであっても、日焼け止めの効果が続く時間には限りがあります。ですからこまめに塗り直すことを習慣にしてください。 3. トラブルは早期に解消する。さて3つ目は、トラブルは早期に解消するということです。どんなにセルフケアに気を配っていても、時には肌トラブルが起きてしまうこともありますよね。起きてしまった肌トラブルに対しては、火事が起きたら火消しを早くするを合言葉に、できるだけ早く皮膚科を受診しましょう。例えば思春期に悩みやすいものの一つにニキビがあると思います。ニキビもこれと同じで、まさに炎症が起こっているその時であれば、炎症を収めていく治療や施術で完治させることができます。ただこれがニキビ跡になってしまってからでは、また別の治療が必要になってしまうんです。体は炎症や病気が発生した状態が長く続いてしまうと、その状態を普通だと思ってしまうところがあります。ですのでそういった意味でも火消しは早い方がいいんです。やはりこうした病気や炎症が習慣になる前の早い時期に手を打つことで治療も楽になります。症状を繰り返してしまうことも予防できますので、ぜひぜひ早めの対策を心がけてみてください。さあそれでは第3章をまとめておきましょう。ポイント1、美人の元の素肌力を高めるためには、まずは自分の肌が混合肌、乾燥肌、脂性肌のどれに分類されるのかを知り、それぞれに合ったスキンケアを行うことが大切である。ポイント2、洗顔フォームの主な成分である界面活性剤は肌の油分を取りすぎてしまうので、自分の肌質と相談しながらほどほどに使うこと。そして一年中降り注いでいる紫外線から肌を守るため、日焼け止めは信頼のおけるメーカーのものを選ぶといい。ポイント3、どんなにスキンケアに気を使っていても肌トラブルが起きることはあるので、起きてしまった時はできるだけ早期に医師に相談し、同じ症状を繰り返さないようにすること。さあいかがだったでしょうか。
本日は美人の正体は素肌力だったを紹介させていただきました。この本とても参考になる本ですので、ぜひぜひ気になった方は買って読んでみてください。ここまで長らくご清聴ありがとうございました。今日の動画良かったよという方、ぜひぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと励みになり、より一層頑張れますのでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしています。さようなら。最新動画を見たい方は左をクリック、おすすめ動画が見たい方は右をクリック、チャンネル登録もお待ちしています。